系の色。そうなんですよ、はい、これも糸、これは糸なんですけど全部竹の葉っぱで。なんでこんなに色違うの？これはですね、植物染めって金属イオンと反応させて色を出すんですけど、そっちは鉄で反応。あ、僕の持ってる緑系は鉄、こっちはアルミニウムですね。はで色が変わってくる。もともとこういうものづくりはされてたんですか？私もともと、はい、東京でテキスタイルデザイナーをやってて、はい、なので田舎でも布の仕事がどうしても仕事したくてですね。それでこんなにいっぱい資源があって、うん、あ、このただで使えるなっていうか。え、これ作ってどうしてるの？売るんですか？今はその河原町の色を染めていくっていうのを自分でやってて、はい、で例えば竹の葉っぱもそうですし、この柿、渋柿